江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら、まあ、渓谷の話題なんですけども、日本の水産物輸入禁止は茶番でした。 WTO に提訴されたら渓谷は勝てないと知っていた。はい、どういうこと？どういうこと？じゃあですね、見ていきたいと思います。くーちゃん、お願いします。国策研究機関4機関が日本政府の汚染水放流に対応するために政府レベルの戦略を盛り込んで作成した報告書を KBS が単独入手しました。前政権から始まり、今回の政府で研究を終え、800ページを超える形で昨年9月に発刊しました。政府はこの報告書を非公開処理していますが、内容を見てみますと現政権の政策と衝突する余地もあるように見えます。レポート警告は、日本の福島県を含め8県で得れた水産物の輸入を禁止しています。2013年9月からもう10年目です。ハンドクス首相、8月24日国民が安心できるまで現在の輸入規制措置を維持する計画であり、日本政府はこの規制を解除すると公言しています。岸田文雄日本首相、8月22日、一部の国の輸入規制などは、あくまで科学的根拠に基づき、早急に撤廃してほしいと求める考えです。輸入規制が続くかどうかは、国策研究機関の共同研究チームも注目した内容です。世界貿易機関 WTO 紛争では、渓谷が2019年に最終勝訴した状況。研究チームは、汚染水放流以後、日本が再び提訴する可能性があると展望し、渓谷側の論理的弱点を分析しました。今の輸入禁止は、WTO 協定上の暫定措置であり、渓谷政府が事後に正当性を立証しなければならないと説明しています。そのためには、福島付近の海域を調べる必要がありますが、現在事実上調査が中断されていることに注目しました。それとともに、追加紛争発生時、渓谷政府が勝訴するのは難しいという憂慮を込めました。また、国際原子力機関 IAEA 論理だけに依存せず、安全性について独自の資料を確保するよう注文も付け加えました。現在、政府の対応とぶつかる可能性もある部分で、政府は研究報告書を参考対象に活用してと説明しました。パク・グヨン国務調整室一次長、おととい、政府では、そのようなこと、研究報告書などを参照して、政策を推進するのであって、それを、そのまま政府が履行する方式ではないので。研究チームは、国際海事機関と国際司法裁判所のような5つの国際機関を通じて、問題を提起する解決策も提案しましたが、国際海事機関総会まで1ヶ月も残っていない状況でも、依然として、渓谷政府は、曖昧な態度を維持しています。煩悩って禁止なんでしょ。じゃあ、訴えようぜ。訴えようぜ。負けるって分かってんでしょ。うん、訴えようぜ。はい、じゃあですね、こちらに対して渓谷の反応いってみましょう。はい、じゃあ1人目、こちら。ユン・ソクヨルだから難しいよね。前政権だったらとんでもないと言ってただろうけど。そしてこれはパッと見ても福島産を輸入しようと浮気してるんだけど、ユン・ソクヨルが研究結果を決めておいてあらかじめ指示しただろう。6、もともとこれが国民の力の目標じゃないのか。日本とアメリカだけに時代することだけが国のための道だと思ってる。4、ユン政府とユン氏、あなたは国民に審判を必ず受ける。3、それなら国民が一丸となって買って食べなければいいんです。ふふ。2、買って食べる食べないはお前らの自由だからね。ただね、お前ら産地偽装するんだろ。何言ってるんだよ。わら、ユン・ソクヨルか。卑劣な得意なことがあるじゃん。わらわら、業者が輸入しなかったら欧州捜索して税務調査すると言って、わらわら、誰も輸入しないはずがない。わら、1。朝鮮移民、シー国がしたことよりひどいね、本当に。1。ソクヨル政府も強く日本の肩を持つから当然負けるんだよ。結論は、汚染された魚を高い値段で持ち込んで、日本漁民、日本商人たちを助け、汚染された肉は、学生たちの給食に強制的に巻く、汚染されたケロソイスープまでおかわりして恩着せがましく食べさせて。ソクヨルが直接汚染された魚を入れて食べなければならない。日本が有利になるよう、曖昧な態度を維持しろと指示したから、すごいユン政府。
曖昧曖昧言うけど、あれでしょ、今禁止してるんでしょ、うん、要はそれ WTO に提訴されて、日本が提訴したら負けちゃうよってことでしょ。はい、じゃあですね、チャットの反応いきましょう。これあれなの、 C 国さんにも適用できんじゃないの。勝てる勝てないじゃないだろ、やれよ。お前らなんざ WTO に提訴されて勝った試しがあるのかな。茶番だと知らずに文句言ってたのか、わら。当たり前やんけ、科学的根拠あるものを不当にやるんやから。ハンドクス、国民が安心できるまでトイレ掃除は私がやります。あ、なんか今日あれですよ、8日ハンドクス国会でなんか語気を強めたらしいよ、この件で。あの野党がわーわー言うから、やっぱりハンドクスもちょっとカッとなったらしいよ、うん、ちょ動画その瞬間見たかったんだけどね。自国の魚食べてれば安全なんだろ。日本産のみならず日本海から枯れるものも口にするなよ。つまり中断しないと怒られちゃうと、わら。論理的弱点じゃなくてただの根拠のない因縁だろ。警告側の論理的弱点というか、論理的な発言、行動がそもそもできてねえんだよ。科学的根拠の裏付けは IAEA だし、お前らもルール通りにしてるんだぞ、わら。WTO なんだと思ってんだ、こいつ等なんでも都合よく使える便利グッズじゃないぞから。これは結果として、ムン大統領が優秀だったって言いたいんだな。売る方は騙してでも売るからね、そうだよね。いいよもう別にお前らに食べてもらわなくても日本は何とでもやっていけるから、うん、これで CPTPP 参加したいとか肩払いたいわそうだよね。あ、なんだっけ、中国に対してどっかの議員、誰か議員が言ってたよね、こんなんで入りたいなんてみたいなこと言ってたよね。漁業資源増えていいので C と K は日本の魚食うな。世耕さんだ。産地偽装までしてウニやホタテは日本に依存してること知ってるの。まあ買わないのは自由だよ、日本人が芸国製のあらゆるものを手に取らないのと一緒だよ語気を強めたまあ C 国に怒られるから輸入禁止にしないとね、頑張れ。論理的なんて思考できたことあんのか。はい、ということで、それではこれで終わりにしたいと思います、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたらこちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひこちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方はチャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。